日本東京都中央区、日本橋小網町日本橋小網町は、東京都中央区の町名。定番を持たない、単独町名である。郵便番号は103-0016。日本橋地域の南部に位置し、日本橋側の北岸にあたる。町のシンボルである小網神社の所在地として知られている。日本橋九州町に所在する、九州警察署及び、 日本橋かぶ町に所在する日本橋消防署の管轄区域内にあたる。中央区が定める正式な英語ローマ字表記は日本橋小網町である。江戸時代の初期、慶長年間に江戸城が築城された頃には、小網町の付近は日本橋側の川口巣の小さな中島であったとされる。八丁堀、霊岩島など江戸の前島の埋め立てが進むにつれて、 日本橋川沿いの貸しの町へと姿を変えた。日本橋側に面した土地柄、水上交通の面で重要な場所として発展した町である。江戸に入ってくる米を扱う商店、ド屋があったほか、行徳で賛成する縁の扱いが多かった。名所江戸百景、鎧の渡し兜町の大原稲荷神社あたりから、小網町の貸しにあった倉地を望む明治期以降、 川沿いの区域を中心に、醤油や雑貨、食料品を扱う豚屋など、河川の物流を活かした大豚屋、海藻店が多く、大規模な商家が多く立地した。関東大震災に際しては、町域のほとんどが焼けた。太平洋戦争の末期の東京大空襲では、町域の多くが焼け残った。鎧橋に近い場所には、バーを兼ねた西洋料理店である。 名存大鳥の巣の創業の地であり、同点は若い文人の溜まり場として日本近代文学史の1ページを飾る場所であったとする中央区教育委員会による説明板が設置されている。江戸時代に将軍の御前で網を引いた漁師がお魚御用を命ぜられ、白魚県城の特権を得た古事により、この漁師たちの一丁目の街角に御毛を一丁、 干しておく風習から生じた町名と推定される。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小規模な町域ながら横断する新大橋通りを境に小学校の学区は分かれている。ありがとうございます。